それで累関数、累関数はもう定義しましたよね。累関数は定義したんだけど、CG と書いて、これ累関数 G 乗の、累関数全体数全体、和を取ったりスカラ倍を考えることによって、これもベクトル空間になります。で、強約類で同じ値を取るわけで、強約類一つに対して、それぞれ独立に値を取らせることができるわけだから、このベクトル空間としての次元は強約類の数と一致します。だから強約類の数を何てしましょうか。強約類の数、強約類の数を数を R とすると、CG のベクトル空間としての次元は R となります。はい、でこのベクトル空間上で、内積を定義したいんですけれども、さっきの公式のよう な感じで内積を定義します。で、ファイとプサイを累関数とします。この時に、括弧、ファイプサイというのをこれ定義ですけど、G の元の個数分の1かける、ファイ G かけるプサイ G バーと。こういうふうに定義するわけですね。で、これ、エルミート内積になるんですけど、これエルミート内積なんですけど、この形から見れば、この形を見ればファイについて線形ってことが分かりますよね。でプサイについて半線形っていうことが分かります。ファイについて線形、プサイについて半線形っていうことが分かって、ファイとプサイが一致しているときにはどうなるかっていうと、ファイファイは、G 分の1、ファイ G の同じなんだからこれ絶対値の事象、ということになって、ファイという関数が0でない限りこれ正になります。だからファイが0でないならばファイファイは、正になります。だからこれはエルミート内積、エルミート内積になるわけです。はい、それでですね、ロー i を g から glvi の、これ、規約表現で、だからこれ、まあ、i イコール1から l とでもしておいて、実は l イコール r になるってことが分かるんだけど、とりあえず、全ての規約表現かどうかはまだ分からない。だけど とりあえず、互いに、同値でない、規約表現としておきます。はい、この時に、解 i を、その指標としておきます。解ロー i の g をもう解 i と書いておくことにしまって、してしまって、その指標を解 i と書きます。この時にですね、指標だから、解1から解 l というのは、累関数だったわけですね。で、しかも一時独立であるということが分かります。
一時独立であるってことがなぜわかるかっていうと、これ互いに規約表現だったので貝 I と貝 J の内積を取ると、同値だったら、1で、同値でなかったら0でした。だから I と J が等しければ1で、 I と J が等しくなければ0だから、あの正規直行しているわけですね。長さが1で互いに直行している。だからこれらはすべて一時独立です。だから、解1から解 L はこのベクトル空間の弦として、一時独立です。でこれの次元は R でしたから、L は R 以下であるということがわかります。だからこのことで、このことから、あの規約表現の同値類は、あの有限項であるということが ここで初めてわかりました。規約表現の、同値でない、同値でない、規約表現はこれで、表現は、R 個以下であるということが分かりました。ここで初めて、規約表現が、あの有限、本質的に有限個しかない、ということが分かったわけですね。はい。で、それでですね、それで、K として、あの V1 から VL が G の、今度はすべての規約表現と、規約表現としましょう。すべての、互いに異なる、互いに同値でない、ない、すべての規約表現とします。で、解1から解 L をその指標、その指標ですね。はい。で、あの任意の表現っていうのは、あの規約表現の直和で表されるってことはもうすでに証明しました。だから、任意の、表現っていうのは、V1 の、こういうふうに書いたら、これ A1 回だけ直和を取ったものっていうふうに思ってください。それと V2 を A2 回直和を取ったものと、こんなふうに、こんなふうに書けるわけですね。と書けるが、だからこの V1 の足す A1 っていうのはこれはどういう意味かっていうと、 V1 をこう A1 回だけ直和も、直和を取ったもの、と表せるが、任意の表現はこんなふうに、任意の表現は、と表せるが、次の、次の一二が成り立つ。はい。で何が成り立つかというと、はい、何が成り立つかというと、この AI は、AI は、解と、解 V と、それから、解 I の内積を取ることによって分かると。それからこの同じこの AI はホムの VI から V の G 不変な線形写像全体の次元でもあって、V から VI でも同じこと、V から VI としても同じことというふうに表せるということが、あのこれの K として分かります。で、それはなぜかというと、
あんなふうに表せると、解位 V というのは A1 解1足す点点点 AL 解 L とこういうふうに表せるわけですね。直和の指標は指標の和でした。だからこういうふうに表せます。で、これとの内積を取ると、解位 V と解位 I の内積を取ると解 I と解 J の内積っていうのは I と J が等しくない限りゼロになるわけですよね。だからこれは解 V とだから、AI 解 I と解 I の内積になってこれ AI 解 I と解 I の内積は1ですから、これで1が分かりました。これ1が分かって、で2ですけど2ですけど例えばこちら側、これなんですけど V が直和の形をしているので、これも証明はしませんけれども、ホムの VI から VJ の絵の、線形写像、G 付近の線形写像を、AJ 会話を取ったものの、直和と。こういうふうになるんですね。詳しくは言いませんけど。でこれも、I と J が等しいところ以外はないわけだから、これは J イコール I のところしかなくってホム G の VI の、それを AI 解だけ、和を取ったもの。でもこれ1次元ですからこれスカラー行列全体なのでこれ、スカラー行列全体なので1次元のベクトル空間、1次元のベクトル空間を AI 個だけ、直和を取ったので、次元は AI と。で、こちら側も同様。